はいどうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、ロシアンブルーハムスターのあんこに人生で初めてのバナナをあげていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、めっちゃ可愛くないこの絵。何の容器の中に入った落としちゃった。落としてしまいましたね。いやーでも可愛いなあ。でも、うん、そうだね、抵抗なく、うん、バナナをしっかり食べてくれてますね。いやー本当はね、この動画を昨日出したかったんですよ。だけど福くんのあんなに芸術的な寝床アートを撮れてしまったのでちょっと申し訳ないんですけどもね、この動画が後になってしまったんですけども、いやなんかこのカットいいな、おしゃれだな。だけど真ん中にちょっと線が入ってるじゃないですか、透明の。これね、これなんだろう、これテープ貼ってあるんですよって思ったけど、テープ貼ってないな、この、うん、ちょ何言ってんのごめんなさい今寝起きなんですよ許してください寝起きでこのテンションもおかしいけどねはい、ということで、まあ落としてしまったので新しいバナナをね用意してあげました。いや何ここ何これ、めちゃくちゃ可愛いじゃん。なんかさっきのカットさ、土管風呂の中で美味しいバナナ食べてるみたいな、そんな感じでしたね。いや可愛い。これはちょっとドワーフハムスターの特権ですね。だってこの容器に入れないもんね、ゴールデンとかだと。うん、あそう、ここからねちょっと可愛かったんですけど、これ見てて、ほらなんかあのバナナってちょっとベタベタするじゃないですか。それがそれに気づいちゃったみたいで、なんだこれみたいな感じになってた時があったんですよね。これ可愛かったのよ。でもまあその後食べたい欲求が勝ったみたいで、またさらに食べ始めてくれたんですけども、いやもう今日はとことん可愛い動画になりましたね。うん、あ耳後ろにペタってしていい、可愛いね。あ本当ちっちゃい土管風呂入ってるみたいなということで、ちょっと今日はそんな感じの動画になりました。うん、途中ちょっとおかしかったけど最後まで本当に、まあ、いつもねご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。